皆さん、こんにちは。2023年5月18日に自宅で倒れているところが見つかり、救急搬送された歌舞伎俳優の市川猿之助さん。かつて、市川猿之助さんが出演した林先生の初耳学、現日曜日の初耳学で、生きてればなんとかなるんですと話していたことが改めて注目を集めています。報道によると、同じ自宅で見つかった市川猿之助さんの両親である市川段四郎さん夫妻は死亡が確認されています。死因は向精神薬中毒の疑いがあるといい、市川猿之助さんは前日に死んで生まれ変わろうと家族で話した、両親は睡眠薬を飲んだという趣旨の説明をしたといいます。考えることは大事だけど、先のこと考えたってわからない、この言葉は前述の番組内でご本人が述べていたことであり、当時の市川猿之助さんの精神状態を抜きにして考えれば、まるまるそっくりと自身に当てはまる言葉です。 SNS では2020年9月27日放送の初耳学での市川猿之助さんの発言が再注目されました。 MBS が番組記事を掲載している MBS コラムの記事によると、特別講師として出演していた市川猿之助さんは若者に向けあるメッセージを発していました。社会の批判など気にするな、他人を黙らせる実力をつけろ、そうすればやりたいことができるようになると呼びかけていました。社会の批判とは、澤瀉屋のお家芸スーパー歌舞伎のことを指していると思われます。古典芸能を重んじる歌舞伎界において、先代の三代目市川猿之助さんが考案したスーパー歌舞伎は批判を浴びました。しかし、やり続けたことにより今では澤瀉屋のお箱になっています。ところが、このスーパー歌舞伎は早着替え、宙吊りなど普通の技術では到底補えないような演目です。そのため、三代目四代目の市川猿之助さんは古典的な演目を最も研究し実力をつけていきました。結果的に保守的な歌舞伎役者やひいき筋のお客さんを黙らせてしまったのです。察すればやりたいことができるというのはその通りで、四代目市川猿之助さんはその後ワンピースなどを演目に仕上げ、大盛況を得るまでになっています。まさに発した言葉を体現していました。そして番組最後には、考えることは大事だけど、先のこと考えたってわからない、今をとりあえず楽しむ、楽しくやってりゃなんとかなるとコメントしました。続けて、生きてればなんとかなるんです、体だけは大事に、それだけと話していました。この発言内容は現在 SNS で改めて注目されており、ネット上からは様々な反応が寄せられています。めっちゃ感動したのに、なんでこんなことに、生きてさえいればなんとかなるって初耳学で語っていた猿之助さん、なんでといった声が上がっていました。一方で、かつて警視庁の広報大使を委嘱されたこともある市川猿之助さん、実は今回の引き金となったとされるスキャンダル報道以前から不安の声があったといいます。四代目市川猿之助さんをめぐる前代未聞の事件は未だ収束の気配を見せていません。5月18日に自宅から救急搬送された市川猿之助さんは一命を取り留めましたが、母親の喜熨斗延子さんは自宅で死亡が確認され、父親の四代目市川段四郎さんは搬送先の病院で息を引き取っています。この一件の引き金になったとされるのが、同日に発売された女性セブンの記事でした。タイトルは、歌舞伎激震の性被害、市川猿之助コロナ拡散濃厚セクハラです。記事の中身は、市川猿之助さんによる性加害やハラスメント疑惑を報じているものでした。その真偽について取り沙汰される中、澤瀉屋の事情を知る離縁関係者はこう探索しているといいます。正直に申し上げて、女性セブンの記事はかなり内容を弱めているように思いましたよ。記事が完全に嘘であれば彼も反論したでしょうと、のっけからなかなか意味深な物言いをしています。続けて、でもある意味で認めざるを得ない内容だったからこそパニックになってしまったのではないか。今回の報道以前から周囲はこうした話が表に出ないか心配していたのですとしています。歌舞伎界の名門
澤屋を揺るがす事態へと発展した今回の一件、その前兆は市川猿之助さんが四代目を襲名した2012年頃からくすぶり始めていたようです。四代目市川猿之助を襲名して権力を握ったわけですが、そんな時こそ自身の振る舞いに気をつけなければいけなかったと話しています。三代目、現在の二代目市川猿翁は自分の弟子にかなり厳しくて物言いも激しかったのですが、芝居になると身内の役者に良いポジションを与えていました。ただ現在の市川猿之助さんはそうではなく、お気に入りの戸様の役者を次々に使ってしまうというのです。歌舞伎を知っている人間からするとそれこそ多国籍軍なのだと言います。その煽りを食っていたのがきちんと芝居のできる一門のベテラン役者でした。戸様を重用する一方、身内の精鋭部隊は気に入らなければ切ってしまうとなれば、当然ながら圧力が生じるのは当然でしょう。実際いつ一揆が起きてもおかしくない状況が続いていたとしています。そうした一門の不協和音が今回のスキャンダル報道につながった可能性は否定できないとしています。二人が親密な関係だったのは周知の事実と関係者は述べます。さらにこの関係者が続けるにはある人物の存在を指摘しています。四代目市川猿之助さんは慶応大学を出て勉強はできるのだけど、社会性については少し欠落している部分があったのではないかと言います。本人は弟子や関係者にひどいことをしているという自覚はなかったのかもしれません。ただ周囲に自身の言動を諭されたら逆らったと思って排除してしまうのです。そこにおごりがあったと言われても仕方がないとしています。要するに市川猿之助さんには軍師や懐刀がいないのだそうです。歌舞伎という特殊な世界を理解してマネジメントしてくれる存在がいなかったのです。付き人やマネージャーがいてもやはり長続きしない。なぜなら気に入らなければ飛ばされるからです。では気に入られるとはどういうことなのか、それこそが今回の問題の発端でした。現状ではちょうど良い距離感を保っている軍師や懐刀がいませんでした。そのため今回のような事態に直面した時に相談する相手がいなかったのです。そうした中でも心を許していたのが今回キーパーソンとなっている遺書の宛名にあった俳優の M でした。 M は役者として市川猿之助さんが主催する舞台に立つ一方、運転手をすることもあったといいます。 M は付き人というよりも市川猿之助さんのお気に入りでした。自分のそばに置きたいということで運転手をさせていたのだと見られています。二人が親密な関係だったのは周知の事実だったそうです。それこそ人前でもお構いなく口喧嘩をしてしまうといいます。本来 M の立場であれば市川猿之助さんに口答えなど到底できないはずでした。つまり口喧嘩をしてしまうほど関係性は他とは違うということだけは容易に想像できます。そして追い詰められた市川猿之助さんが自身の思い、そして遺産を託そうとしたのが M でした。事件は知られざる歌舞伎界の人間模様まで浮き彫りにしていると言えます。以前より市川猿之助さんは病気ではないかと言われてきました。例えば2021年7月5日に出演したしゃべくり7という番組では、今までに見たことがないくらい市川猿之助さんの顔が黒かったのです。顔が黒い理由として病気や日焼け、役作りなどと言われているのですが、果たしてどうだったのでしょうか。市川猿之助さんの顔が黒い理由としては、まず病気であることが考えられます。顔が黒い色になる病気としては腎臓や肝臓の疾患が考えられます。腎臓の機能が低下して体内の水分や老廃物が体の中に溜まった状態です。軽度だと症状が出ないこともありますが、ある程度進行すると様々な症状が現れます。顔色が黒ずむ、吐き気、血圧が上がる、尿が減るなどがよくある症状です。肝臓病、肝炎、肝硬変、肝臓がんが長引くと血液内の老廃物が十分に解毒できず血液が汚れてきます。
すると、その色を反映して顔色が黒ずむのです。腎臓病でも血液中の老廃物が尿として十分に排泄されないため、血液が汚れ顔色が黒ずみます。ただ市川猿之助さんはこれといって既往歴が公表されていないので、顔が黒いのが病気から来ているのかどうかは不明です。市川猿之助さんの顔が黒い理由の2つ目に考えられるのは日焼けです。実は市川猿之助さんは以前から顔、肌が黒いと口コミで言われていたことがありました。画面越しに見る市川猿之助さんは他の芸能人と比べても顔が黒いと感じにくいかと思いますが、敏感に捉えていた方はいたようです。実は市川猿之助さんは日焼けをして顔や肌が黒くなったことが話題になっていたようです。市川猿之助さんの顔が黒い最後の理由として考えられるのは役作りです。しかし歌舞伎役者としてなら必ず白塗りをするので、市川猿之助さんが顔を黒い状態にする必要はありません。ですが市川猿之助さんは歌舞伎だけでなく俳優としても活躍しているので、俳優業の役柄上で顔を黒い状態にする必要があったとも考えられます。しかし市川猿之助さんの公式サイトなどを見てみても、2021年7月時点では特にドラマや映画の出演情報がなく、顔を黒い状態にする必要性が見つかりません。ということで市川猿之助さんの顔が黒い理由として役作りは考えにくいでしょう。いかがだったでしょうか。今回は市川猿之助さんの事件について予兆があったのではないかという視点で深掘りしてきました。歌舞伎役者の醜聞というのはあまり表沙汰にはなりません。なぜなら閉鎖的な空間だからです。家というものが重視され、名は代々継承されます。他から入ってくる俳優が切符の売れる役者になることはまずありません。もちろん例外はあります。そのような状況の中で今回のような問題がくすぶっていたとあれば、いつかは明るみに出たと考えられます。このご時世、隠し通すことはまずできません。おごりという言葉が今回はぴったりくるように感じます。あくまで週刊誌に書かれていることがほぼ正確だとする場合です。ただこれだけ方々から訴えがあれば、状況証拠としては真実と捉えるのが正しいのではないでしょうか。そしてこのことと別に考えなくてはならないのが一家心中を図った事件です。これについては市川猿之助さんの回復を待って事情聴取を進めて解決に進むしか手立てはありません。今後の事件の推移を見守りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。